ビリー・ヘイスは、ドイツの有名なバイオリン奏者、音楽教師。1859年、マンハイム生まれ、ルイシュ・ポーアの門弟だった父から、バイオリンの手ほどきを受け、ヨーゼフ・ヨアヒムに指示。1904年から1910年まで、ボストン公共楽団のコンサートマスターを務める。傍ら、ハーバード大学でもバイオリンの指導を行う。他にハルカン弦楽団や、フランクフルト、 ロッテルダムでもコンサートマスターを務めた。1910年よりベルリン高等音楽学校のバイオリン歌手任教授に就任した。作曲家のマックス・ブルフと親しく、その地位に就任するにあたってブルッフの後押しがあった。同校はバイマル共和制時代に国際的な音楽界を動かす軸となり、ヘスも各国からベルリンに集まってきた多くの留学生を指導した。 ヘスは右手の手首の動きを強調し、ほとんど指を動かさないドイツの伝統的な演奏様式を教えた。ヘスはバイオリンからビオラに持ち帰るのに何の苦もなくブルッフのクラリネットとビオラのための二重競争曲作品88の初演でビオラを弾いた。ブルッフは1910年にバイオリンと還元楽のためのコンセルトシュティック作品84を ヘスのために作曲している。ブルッフの弦楽器の作品ではヘスが助言を与えたため、その他のブルッフ作品でもヘスが初演者を務めることがあった。アーサー・フットのバラード作品69もヘスのために作曲されている。チェリストのフーゴー・ベッカーやピアニストのダニエル・クバストと組んで室内楽演奏を行った。アイキはガダニーネであった。 1939年2月17日にベルリンで没した。ありがとうございます。